カンムリセイランは、キジモクキジカカンムリセイラン属に分類される鳥類。本種のみで、カンムリセイラン属を構成する。マレーシアベトナム中部、ラオス全長オス150から235センチメートル、メス74から75センチメートル。翌蝶オス35から40センチメートル、メス32から35センチメートル。頭頂から後方へ羽毛が伸長する。 お歯の数は12枚。頭部は肺褐色。顔は白い羽毛で覆われる。あと首は赤褐色や白い羽毛が伸長する。胴体は褐色の羽毛で覆われ、泡褐色の反紋が生える。おばき部の上面を覆う羽毛やお歯の色彩は泡灰色で、羽毛の外縁が肺褐色で白や褐色の反転が点在する。翼の色彩は褐色で、 泡褐色の反紋が入る。光彩は褐色。くちばしの色彩はピンク色。講子に毛爪がない。講子の色彩は黒褐色でピンク色を帯びる個体もいる。卵は長径6 5トル短径4 6トル卵を覆うからはピンク色を帯びた泡褐色で褐色の反転が入る。オスは寒羽がより長い。オハは 非常に長く170センチメートルに達する。メスは全身が暗色で、お葉に暗色の横縞が入る。関羽がより長い。元アシュは標高約1900メートル、アシュ、マレーカンムリセイランは標高700から1200メートルにある森林に生息する。植生は動物食傾向の強い雑食で、主に昆虫を食べるが、陸生の貝類。 植物の芽、葉、果実、種子、苔植物なども食べる。繁殖形態は卵性。婚姻形態は一夫多妻。飼育下では地面に卵を産んだ例がある。2から7月に1回に2個の卵を産む。放卵期間は25日。放王は本種がモデルになったとする説もある。開発による生息地の破壊。 羽毛目的の乱獲などにより生息数は激減している。アシュマレーカンムリセイランは生息地がたまんねがら国立公園に指定されているため国立公園内の生息数は安定していると考えられている。ありがとうございます。